帰り。あ、さとし、宿題終わったの？もう半分やったで。ダメでしょ、半分じゃ。僕は固めやから半分でええねん。行ってきまーす。さとし。幼少期に視力を失いながらも天真爛漫に育ったサトシ。お母ちゃん、今日えらい綺麗やな。やめて、化粧落ちちゃう。朝一人で起きるのよ。お菓子食べ過ぎのこと、掃除もちゃんとやらないと。お母ちゃん、僕には耳がある、だから大丈夫や。おい、なんや急に。お前最近さ、たまに返事しないといけない。あんた耳の調子悪いの？耳、もうダメかもしれません。耳がダメになったら会話もろくにできん。私何もしてやれ。これでも母親なのかな。さとし、指点字なら読める。これならわかるわ。お母ちゃん、ありがとう。母と息子が見出していく奇跡のような未来。僕は考えることができる、言葉がある。僕がこういう状態になったのは、こういう僕じゃないとできないことがあるからちゃうやろか。家族やろ。私たち、あの子にたくさん教えられてきたんだね。実話に基づく紳士で温かな人間賛歌、桜色の風が咲く。